本間三みつる、三鶴、本みつる、みつる、1972年8月25日体は、北海道ルモイ市出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤左が野球指導者。愛称は、ママン、本間三みつる。大村岩尾、元、ロッテ、稚内市出身、宇佐美康博、元、ヤクルト、宇歌登町出身が引退して、以降の日本プロ野球以下、 NPB 現役選手としては、いがらしりょソフトバンクらとともに、最北の出身あった。ルモイおきみ、小学校、おきみニュースターズ時代は、当主、ルモイ校の中で、兄弟の三塁手として、注目を集め、北海、札幌省、現北海学園札幌、東海大4などとの争奪戦の末、駒田岩見沢高校に進学した。同級生に、 伊藤達氏、三年後輩に佐藤誠がいる。佐藤は山形県生まれ北海道地と接し育ち。また家族は親族とも代々野球部員である。甲子園では結果を残せなかったが、付属高水薦で入学した駒沢大では、春休みの練習から長打を連発し、甲子園で3本塁打の高木広之、競泳西武らを飛び越して一軍のレギュラーに大抜擢された。 期待に応え順調に育ち、鉄壁の遊撃手として、高木博之と三遊間を組んだ。4年時には、高木と共に全日本代表に選出された。同期のエース川原淳一らと、駒沢大学の全日本アマチュア野球王座決定先生に貢献。東都大学リーグ通算81試合出場、243打数58安打、打率、239、一本塁打。 24打点。ベストナイン1回受賞。1994年ドラフト3位で、福岡大英ホークスに入団。大沢春が監督に就任した第一期の選手である。ルーキーシーズンは、序盤で、ゆ、上谷博に代わりショートで起用されたが、打率1割台と結果を残せず、シーズン終了後に、左打ちへコンバートした。その後、1軍での起用は、ゆ、 神谷や浜名の小正寺のみの守備固め要因での登録と出番が少なく、二軍でも守備の人で数年間を過ごす。ウェスタンで初めて規定打席に達したが打率は252に終わる。は、浜名千尋や柳田正人の負傷もあって、後半に二類手種のポジションを確保し、277打席で打率、261。 二塁打九本とまずまずの成績を残し、優勝に貢献。一郎に、タイミングの取り方が似ていることから、パチ郎という愛称もついた。は、井口忠人が、セカンドからコンバートして対等したため、一転して29試合59打席の出場に、終わった。は、開幕を、ショートで迎えたが、故障のため32試合の出場にとどまり、鳥越雄介に、 ショートのポジションを譲った。は、開幕を鳥越の控えショートで迎えた。控え内野手として88試合143打席の出場を果たした。阪神タイガースとの日本シリーズ制覇にも貢献した。は、ショートのレギュラーとなった川崎宗則に代わってサードで出場し、打率3割と規定打席到達まであと一歩のところまで来たが、また、 終盤上司を落としたことで起用が急減し打率290に終わった。は、開幕からレギュラー出場。序盤は、リーグの最多二塁打、最多三塁打を放つなど活躍したが終盤上司を落とし、規定打席には到達しなかった。は、控え内野手としてシーズンを迎えたが、外野にコンバートされたカブレラに代わって、レギュラー出場。 交流戦を終えて打率はリーグ3位の319を記録し、首位打者争いにも顔を出すほど活躍し、初のオールスターゲームに出場した際は、代打で登場した清原和弘の代わりに左翼手として出場。初めてシーズンを通しての活躍を見せ、規定打席に到達し、打率3割を達成するかと思われたが中盤、移行急激に調子を落とし、 新人の本田雄一らの活躍もあり、終盤以降出場機会が減少し、結果的に規定打席にも30打席ほど到達せず、打率3割も逃した。は、代打で2試合連続本塁打など、代打での打率が高いことから代打での起用が多かった。代打起用38回は、リーグ最多。7月13日に、FA 権を得たが行使しないと明言した。も、 ベンリとして多く起用され、特に代打では3割の打率を記録した。この年限りで、王貞治監督が退任したが、王が大英ソフトバンクの監督を務めていた14年間を、通して大英ソフトバンクに在籍し続けた唯一の選手だった。ソフトバンク在籍15シーズン目となり、同年ソフトバンクに在籍していた選手の中で、最も、 大英ソフトバンクの在籍期間が長い選手であった。他チーム在籍も含めると巨人に移籍した大天、吉見の18シーズンが最長。同年10月3日に戦力外通告を受けた。シーズン終了後、12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなかった。一時は引退を示唆したが、b c リーグの石川ミリオンスターズへ入団。 打点王を獲得し、打率、本塁打は、カラバイオに次ぐ、リーグ2位と格の違い見せつけたが、同年11月5日に、任意引退となり退団した。毎年春季キャンプ中の紅白戦や、シートバッティングで、同じチーム内の投手から、必ずヒットや、ホームランを打つため、投手陣からは、味方殺しと呼ばれていた。 キャンプレポート、宮崎春季キャンプ2009福岡ソフトバンクホークス。2011年からは、J スポーツと東京 MX の野球解説者を、務めるほか、STV ラジオの、STV アタックナイターの解説も不定期に、担当する、当初は九州朝日放送ラジオの、KBC ホークスナイター、BC ダイナミックホークス実況中継向けの、日本ハム。 ソフトバンク戦の裏送りのみであったが、2012年からは、STV 自社向けの中継にも出演する。東京 MX で2012年から始まった番組、パリーグ主義にレギュラー出演。その後、同局の MX スタジアムでも解説を務めた。2014年からシゲル系学園公式野球部の監督を務めている。2016年5月、子供向けスポーツスクール採用手の リーフラス株式会社に入社。2017年からヤングリーグ千葉ポルテクラブのスーパーアバイザーに就任している。性格はおとなしく、監督、コーチから好かれることが多く、同僚ともトラブルなくうまく付き合っていると言われている。特に王監督は就任期間を通じて徴用してきた。私生活ではオフの番組で知り合ったタレントで、 クラリオンガールの結城めぐみと1997年に結婚したが2002年に離婚。大学時代から爽やかな高青年として一定の人気を誇ってきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。